はい、さんちゃんです。本日はですね、パートナーにしてはいけない登山者の特徴3選といったところでお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは登山に関する情報、また私の登山に関してもお届けしております。チャンネル登録が済んでない方に関しましては今クリックしていただけると嬉しいです。本日なんですけども、ちょっと辛辣な表現から始まってはいるんですが、パートナーっていうお話だったんですけど、これはですね、自分にも当てはまることかもしれませんし、自分と一緒に歩く人に関わることかもしれませんので、ぜひともですね、安全のために見ていただければと。一つ目なんですけども、相手目線になれない人です。例えばなんですけれども、登山を始めてさんちゃん山に行きたいよって言った人がいます。で、私、10年以上登山をしているよっていう人がいたとして、私がですね、この初心者の人をですね、いきなりこう槍ヶ岳とかに連れていくといった割と登山長くやってる人、こういうことをやってしまう人結構いるんですね。自分のですね、経験でしかものを見れないですから、これぐらいだったらいけるだろうといったところで、初心者の人ですね、いきなりこう難しい山とか、すごい岩場がある山とか、工程が長い山とかに連れてってしまうという人が中にはいます。その人はですね、実際悪意がなくやってることもありますので、この相手目線になれるかっていうのはすごく難しいところなんです。私の中で一つですね、自分の中で気に留めてることなんですけども、もしその山に初心者の人を連れて自分が倒れたとして、その人が自力で家まで帰れるかっていうのをですね、想定して言っていただけるといいかと思います。事前に情報を渡して、例えばこういう時にはこうしてください、もしくはある程度登山者が多い場所に行って自分が倒れたとしても帰ってこれる、といったですね、自分がもしダメになった時にその人が身にさらされないかというのをですね、十分に吟味した上で考える時の定義になるんではないかなというふうに私は思っています。自分のですね、実力よりもはるかにレベルの低い登山をして、楽しめないというのであれば、その初心者の人をですね、連れてまで山を歩く必要はないと思います。私ですね、そういう時はしっかりこうハードルを下げて、山を好きになってもらおうという人がいるのであれば、楽しんでもらうことが一番ですので、そういったところをですね、なるべく気を遣っています。二つ目なんですけども、根拠のない行動をする人です。登山ではですね、結構両極端に人の性格が分かれる時があります。それがですね、なんとなくで行動する人と、しっかりと根拠を持って行動する人です。例えばですけども、なんとなく行ってみようといったところで、道を進めてしまったと。それで遭難するとか、遅くまで帰ってこれないってことは往々にあります。例えば自分の中で、しっかりとした理由付け、他の動画でもお話ししておりますけども、自分の中でしっかりとしたルールですね。例えば何時までにこの場所に行けなかったら、絶対に帰った形で、考えていくこと、これがすごい大事かなというふうに思っています。なんとなくいける気がするとかっていうですね、表現する人もいると思うんですけど、そのなんとなくには絶対根拠があります。例えば今までの経験でこの天気だったら悪くならなかった、そのなんで悪くならなかったっていうのがちゃんと実は理由があって、なんとなくいける気がするって言ってる人が多いんですよ。そのなんとなくをまず見つけるまではじゃダメだと私は思ってます。自分の中で制御が効かないといったところですので、私の中では、結構迷った時は、すぐ帰るといったところが多いですけども、こういったですね、なんとなくの行動を避けるというのが大事かなと思います。3つ目なんですけども、自分の実力、体力を把握していない人です。これ非常に難しいところですね。例えばですけど、久しぶりの登山で、あれこんなに体動かないんだっけとか、そういったことはあると思います。自分が想像したコースタイムの時刻にしっかりと合わないような人っていうのはですね、自分の体力にどこかしら把握できてない部分があるというふうな考えを持っていただくことが多いと思います。私もですね、20そこで若いとは言われつつも、やっぱり登るときはですね、しっかりトレーニングをします。100メーター登ってた頃はですね、自分がこの時間に着くんだと思ったら、プラスマイナス10分ぐらいでは間に合うようになってました。そういったところでお話ししたんですけど、これ、喋っている自分に対しても、よく戒めの、ところがあります。今までの経験をこうしてきて、どうしてもこう、登れるだろうとか、それは早く登れるとかって思ってしまうことはあるんですよね。で、それで何回もやっぱり痛い目を、してきているので、それをですね、皆さんにしてほしくないなっていうふうな思いで作ってみました。この3つですね、しっかり守られている方っていうのは本当に堅実な登山のパートナーになると思ってますし、単独で登られる方でも非常にいいかなというふうに思ってます。もしよかったら参考にしてみてください。といったところで本日もありがとうございました。もしこの動画が良かったなと思いましたら、グッドボタンの方と、SNS でのシェアよろしくお願いします。それではお気をつけていってらっしゃい。